サンバカ大賞、サンバカ大賞、サンバカ大賞はアメリカ合衆国のボードビル出身のコメディグループ、および彼らが主演していた短編映画シリーズ、さらにそれをテレビ用に編集して放送していた番組ある。サンバカ大賞、ザスリースとジスはアメリカでは1930年代より短編映画の人気者でテレビ時代が始まった1949年には かつての短編映画をテレビ用に編集し、放送、あまりの人気に加えテレビ早送機のソフト部族もあり、おびただしい回数再放送をされて、アメリカ人が誰でも知っているコメディの大スターとして認識されるようになった。メンバーは何回か交代しているが、最も有名なユニットが、マルボーズのデブで石頭、ナックルヘッドのカーリー・ハワード、 1903.1022から1952.118日本語吹き替えは枠移設を彼の実刑であるおかっぱ頭で常に不機嫌なリーダーカラいバりのモーハワード1897.619から1975.54日本語吹き替えは藤岡拓也そしてお茶の水博士のような髪型でポーキアパイン山嵐日本語版では ポンコツと呼ばれていた、ラリーファイン、1902.105から1975.124、日本語吹き替えは、江畑隆である。三馬鹿大将とはいえ実態は、カーリーの一馬鹿大将で、その突拍子もないアドリブかと思われるギャグもいっぱいの、ボケをもうが、ビンタや目付きといった暴力を乱発して突っ込み、ラリーが二人の間でおろおろしたりとばっちりを受けたり、 する構図であった。哀れなラリーはうに髪の毛をむしり取られるのが常であった。それがゆえに、ラリーはキング・オブ・リアクションと呼ばれる。ただし、カーリーのしくじりによって一番ひどい目に遭うのはうである。サイレントからトーキーへの移行期に活躍していた彼らは、サイレントのパイ投げに代表されるドタバタとトーキーのセリフギャグ、女ギャグを巧みに使い、 日本を含む各国のコメディアンにも多大な影響を与えている。TV 放送を通じて日本でも人気を誇っていたカーリーだが子供たちが熱狂していた頃すでに彼は亡くなっていた。日本でも1963年から日本テレビで放送され、1963年6月から1964年11月日曜19時30分に10時。 スポンサーの森永聖華がイラストを今で言う、マスコットキャラクター化するほどの人気を博してい。さらに1966年9月から同年12月まで、ネット、現、テレビ朝日でも、トリオザさんバカというタイトルで放送された、金曜19時30分20時。なお、ウヒハー、ヘンチクリンという日本語の主題歌は日本語版だけの、もので、オリジナルは、初期は作品ごとに曲を変え、 1935年から1939年からはというスタンダードナンバーを用している。1987年8月23日放送のテレビ探偵団ゲスト、布施明で当時の吹き替え版の映像が紹介された。サンバカ大将は1920年代初頭、小役出身のモーが友人であるボード・ビリアン、テッド・ヒーリー、 1896.101から1937.1221の一座に参加したことから始まる。あとに、チェンプハワード1895.34から1955.1122もうカーリーの実刑が参加。テッドもうチェンプの3人が三馬化大将の元祖だと見られることが多い。 当時はテッドが暴力的なリーダーで、シェンプがボケ役、モーが間に入る役回りであった。その後バイオリンの曲弾き芸人であった、ラリー・ファインが加わり、モー、シェンプ、ラリーでトリオを組み、テッド・ヒーリーと、ヌケけなブン、テッド・ヒーリーヒズスとジスを、はじめざったな数字ネームでの活動が始まる。映画でも、テッド主演のに、モー シェンプ、ラリーが3人組で助演した。テッドは、主ランで実際にもダインに、しばしば暴力を振るっていたので、彼より年長のシェンプは、ことごとく対立、単独の喜劇俳優としてのオファーがあったことを、きっかけに、モーのバックアップを得て脱退する。そのモーが穴埋めに寄与したのが、オーケストラの指揮者コントなどで活動していた、ハワード兄弟の末子、ジェリー・ハワード、カーリーである。 1933年ジョーオン・クロフォードとクラーク・ゲーブルが主演した映画ダンシング・レディではテッドと共にもうラリー・カーリーのメンバーがテッド・ヒーリーヒズス,ストッチスの名目で参加している。カーリーを得た三バカ大将は歌、楽器演奏、ダンスにも長けており、瞬く間にトーキー時代を迎えた映画界における次世代のトップコメディアンとして注目を集める。 1934年にコロンビア映画の社長ハリー・コーンは3人の才能とスター性にかけ彼らを欲する他者を押しのけて専属契約を結び3若大賞をメインタイトルにいただく短編シリーズの主演に寄する3人専用のスタジオまで用意したハリー・コーンの期待通り1934年の作品ではアカデミー短編映画賞を喜劇部門で受賞している このシリーズでは何本かの例外を除きカーリーのギャグを中心とした作風を確立、1946年までに97本の映画を生み出す。映画のタイトル上、初期は3人の写真とともに萌え、ラリー、カーリー、おそらくは誤食と思われる。と書かれ、カーリー人気によって序列が変わった後もカーリー、ラリー、萌えと表示されるの店はクレジットされていない。メンバーが交代した。 以降の短編もこのパターンを踏襲している。カーリーはポスターで過去に使用していた芸名、ジェリー・ハワード、ジェリー・ハワードと記されることがある。3人で、脚本も手掛けた、1934、ではタイトルに、ストーリー、ジェリー・ホワード・ラリー・ファイン,ンモエ・ホワードとクレジット、されている。映画の共演者の中には、テレビの大ヒットコメディ、アイ・ラブ・ルーシーや、ルーシー賞に主演した。 アメリカの代表的コメディエンヌ、ルシル・ボールやアカデミー助演男優賞を3回も受賞した名優ウォルター・ブレナンも名を連ねている。ボーがアドルフ・ヒトラーを思わせる人物を演じたのアメリカでの公開は1940年1月19日で、チャーリー・チャップリンがヒトラーを思わせる人物を演じた独裁者が公開された1940年10月15日より先んじている。 カーリーはそれまでの古いコメディアンの枠にとらわれず、独特の笑い、エヌヤック、エヌヤック、エヌヤック、興奮すると叫び続ける、うー、うー、うー、驚いた時の大げさなリアクション N クヤと、犬の鳴き真似ラフ、ラフ、不満の時に相手に向かって、片手を出しながら発する、アンハ,ンハ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 、高い声で繰り出す、決まりセリフスイティンリー、もちろん、へえ、もえ、へえ、 ダリー、ウェイト、エイミニット、突然の帰省、アー、B、A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 、長簿イソプラノで歌う意味不明の鼻歌、連発するダジャレ、混乱した時両手で交互に顔を引っ張たく、床に寝そべって、肘を支点に、全身でぐるぐる回る、映画、雨、に歌えば、1952、で、ドナルド・オコナーが真似している。 片足を後ろに蹴り上げながら交代する奇妙なダンス、様々な局面でいきなり披露するパントマイム等の印象的なキャラクターで一躍、トップスターに踊り出る。ラリーが弾くバイオリンの曲を聴くとが全員強くなる。ボクサー、オイスターシチューのカキとの格闘、1941、氷を相手にしたヒゲソウリ、1941等が有名である。 足に障害がありそれをカバーするために編み出したカーリーの動き、そして裏声での特徴的な功績、さらに彼自身セリフ覚えが悪く、とっさにアドリブで繰り出していた状況のおかしさも手伝って、大衆に大いに受けたのである。あの、ウォルト・ディズニーもアニメの名作、ファンタジアのくるみ割り人形におけるキノコのシークエンスでカーリーの芝居を取り入れている。 画面の上では陽気なカーリーだが、私生活では病的にシャイで、こちらも暴力的な役柄とは違って温厚な性格ながらも、貴重面な真面目人間であるアニモを必要以上に恐れていた。次第に、カーリーは、ストレス解消のため撮影の合間に、猛の目を逃れ主食にふけるようになる。その結果、生活が乱れ体に変調をきたして、脳卒中にかかってしまう。 セリフも動きも衰えたカーリーを見かねた猛は、ハリー・コーンに休養を願い出るが、アメリカ国内は元より戦地でも高い人気を誇る。第二次世界大戦下では、敵国ドイツ、日本を笑い者にする作品もあり戦意公用の役割を果たしていた。ゆえに許可されず、カーリーの病状は悪化の一途をたどる。作品にも動きが緩慢で退二層になり、 喋り方も声のトーンが下がりまだるっこしいセリフ回しになる、等心心ともに衰えていくカーリーの姿が、如実に現れる。その対策として、出演箇所を減らして、本来はカーリーが演じる、はずの役割を、ラーやモーに振り分けたり、過去の作品から、カーリー前世期のシーンを流用したりする苦肉の作が、取られた。そして1946年の撮影中に、 カーリーは重度の脳卒中を再発して入院。物語のクライマックスにあたるパイナゲ合戦を前に、画面から忽然と姿を消してしまう。彼の離脱によって、サンバカ大将は、ハリー・公に解散、解雇を迫られる。それを救ったのが、実の兄のシェンプである。弟カーリーが戻ってくるまで受け皿を守り抜きたい。王は、藁をもつかむ気持ちでに、シェンプを訪ねた。 日本たちの喜劇俳優になって、主演映画も数多くこなし、1942年の映画では、マレーネディ・トリヒア、ジョン・ウェインといった大スターとも共演していたシンプは、単独のスターの道を開いてくれた、モーの願いを聞き入れカーリーの病気が家までという条件で、三馬カ大将に復帰する。スターとしてのキャリアを無視したシンプの英断、それを導いた、モの熱い思いにハリー・コーンも折れて、 もう、ラリー、シェンプ、日本語吹き替えは、久野素郎のトリオが再スタートを切る。童顔で無邪気な子供のようなキャラクターのカーリーに比べ、当時すでに50歳を超えていたシェンプに、年少者を中心に違和感を覚えたファンも多かった。これに対してシェンプは器用で不器用で、頼りないおじさんという、カーリーとは全く違った役作りで答えた。 シェンプの引きつったような金切り声の笑いと恐れをなした、時やいびきをかいているに発する、ビー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 ,ビーの規制両肘を張って、膝を曲げヨタヨタと前進する歩き方、殴られた時に数メートル後ろに飛ばされる倒れ方、次々に攻撃されてフラフラになりながらも倒れそうで、倒れないと、センターで分けた長めの髪を振り乱しながら演じる。 アクロバティックな熱演でサンバカ大賞の新たな魅力を引き出し77本の作品を生み出す。アメリカでは長くメンバーであったモート、ラリーに対してカーリーやシェンプはサードストジーと称されることがあるがほとんど主役を演じるのはサードストジーである。1947年のでは、病状が一段落したカーリーがゲスト出演、髪型は坊主頭ではなかったものの、う,う うー、うーの寄生や犬の鳴き真似ラフ、ラフを披露し、復活に向けての希望を抱かせた。だがその後も、カーリーの病気は容赦なく進行し、1952年に48歳の若さで死去する。結果的に、ホールドザットライオンは、ハワード三兄弟が顔を合わせた最初で最後の映画になった。短いつなぎ役だと思って引き受けたシンプの予測は、外れてしまい、以後も、 三馬化大将のメンバーとしての活動が続く。同じ1952年、旋風も軽いの卒中で倒れるが事なきを得て、制作は続行で、テレビにも活動の場を広げる。ただし、短編映画はテレビの台頭で社用となり、1950年代の不況も重なって、年を追うごとに制作環境が劣悪になっていった。制作費節約のため旧作の台本を焼き直すことや、 フィルムの流用が頻繁に行われた。その結果、質の低下を招いて人気に、陰りが出始めた。カーリーが天国へ旅立ってからわずか3年後の1955年、三和歌大賞に、また突然の悲劇が訪れる。一番の人気者であるシェンプが、心臓発作で休止してしまうのである。コロンビア映画との契約で残り4本は撮らなければ、ならない。しかしシェンプは、 この世の人ではない。そこで過去のフィルムを再編集し、足りない部分は、シェンプと、背格好の似ているジョーパール、1905.3、17から1994.8、14に、後ろ姿で演技をさせたり変装させて、顔がわからないようにしたりしてつけたし、急場をしのぐ。ちなみに、ハリウッドでは、有名俳優の大役を、無名の俳優が、 自分の存在を章で演じることを今もと呼んでいる。三ンバカ大将の人気は映画の不評にかかわらずテレビの再放送により目立って衰えることはなかった。ファンの間では再放送で依然として支持の高いカーリーのキャラクターが復活することを待ち持ち声が大きかった。そこでもうは新作を作るに当たり丸坊主のデブを探すことになるのだが 度重なるオーディションを経て1956年には、ハゲ頭の中堅コメディアン、ジョー・ベッサー、1907.8、12から1988.3、1を加入させることを決める。ところが、喜劇俳優としてのプライドが高いジョーは、パイ投げをはじめとする、ドタバタギャグを嫌い、1958年には、脱退してしまう。ジョー・ベッサーの出演作品は16本、カーリー、 シェンプ時代と合わせて190本の短編映画を残し、サンバカ大将はコロンビア映画との専属契約を得る。ジョーベスサーの脱退を受けて誘われたのが、非満体の俳優ジョー・デリータ、1909.712から1993.73である。彼は、カーリーのように丸坊主頭にして奮闘し、カーリー上の役名を得る。これはまさに、 日本における二代目襲名で、彼にかかる期待の大きさを見るとともに、カーリーの存在の偉大さを知ることができる。カーリー・ジョーが加入した1959年以降、1961等、長編の主演映画にも、進出、名称スタンリー・クレーマー監督で、スペンサー・トレーシー主演のオールスター映画、おかしなおかしなお菓子世界、1963、 ロバート・アルドリッチ監督で、フランク・シナトラ主演の1963にゲスト出演も果たす。さらに1965年には実写とアニメの合わせ技のテレビ番組がスタートする。日本でも放送され吹き替え人は、もう、玉川良一、ラリー、滝口淳平、カーリー・ジョー、柳屋子の部。1971年、ラリーが脳卒中で倒れ、 三人での活動が難しくなってしまった。もうは数々の作品では木を固めていたエミール・シーカ1914.122から1981.116をラリーが復帰するまで彼の髪型にさせて存続を図るが実現には至らず1975年1月にラリーが死去、屋台骨を支え続けてきた。もうもラリーの死から4ヶ月後に死去。ここに、 サンバカ大将は永遠に幕を閉じることになる。アメリカでは1983年にリリースされたカーリーのモノマネでつづるのコミックソングがチャート誌の上位を飾る大ヒットを果たす。テレビでは2000年にメル・ギブソンがプロデュースを手掛けたがカーリー役のマイケル・チクリスの熱演もあり、高視聴率を得る東北の番組が作られるほど国民的に愛されている。 マイケル・ジャクソンが大ファンだったことは有名で、幼少時に特に大好きだったカーリーのモノマネをしていたと明言しているのに加え、コンサートの移動者の一つにもサンバカ大将のイラストを捨てていた。代表的ヒット曲スリラーのプロモーションビデオはサンバカ大将の短編映画をヒントに制作されたという。ちなみにマイケルは1958年生まれで、 彼とてもカーリーの没後に再放送でファンになったということである。2012年にアメリカをはじめ世界各国でボビーとピーターのファレリー兄弟がプロデュースするリメイク作新サンバカ大将ザムービーが公開された。日本では公開されなかったが日本語版のついたビデオソフトは発売された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。